というわけで今回は5周年でね、サンバーのライト版、あのライト版じゃない、サンバーの軽トラですね、まあ、これライト版としてちょっとご説明を、いたしますけどもですね、これがサンバーではね、サンバーのライト版じゃない、サンバーのトラック軽トラとしてね、まあ、紹介していきたいと思いますね。これは登場から5年を経て、サンバートラックの2代目へとフルモデ転乗ですね。で、外見上では個性的なフロントフェイスは丸みを帯びたものへと変わり、ヘッドライトも低い位置に行っている。またドアも一般的な後ろ開け式があって、 356cc の空冷通すと2気筒エンジン、 R ライブのレイアウト、4人独立構造の足回りなど基本構造がそのままだが、ホイールベースが延長され2台の最大化、総安定の向上などが出られています。っていうか、二方開きの使用のほか、エンジンがない中央部を独立した荷物とし、エンジンの高さに合わせたフラットな高出力ベッドの使用もあった。で、70年にはダミーグリルを設備したフロントフェイスにしたり、トルク機関の武器向上したリードバルブ式エンジンを新作。72年にはダミーグリルをさらに大型化され、推進名ストロングサンバーへと、まあ、変更されたね。まあ、これが1966年に発売された、サンバーの、トラックの車で、これが当時ね、の66年これのサンバーで、これはサンバーとしては2代目、になっています。まあ、後々に衛星になってサンバークラシックっていうのがね、まあ、私もかつて愛車にしてたんだけど、あれが出てきたのは多分この頃のすっとぼけた感じの、このサンバーの、まあ、デザイン、初代から2代目、ね、何かでてのこの形をこう取り入れて、でそれでさらにそこにこうもうちょっとこう高級感を付け出して、おしゃれなこうイギリス車風のように仕立てて、でそれでこう限定として出したんですね。あれまででいい車でしたね。でこれもその原型に乗ってあった車ですね。確か当時、この当時はね、マツダのポーターっていうのがあったんですよ。マツダのポーターって軽トラック、昔マツダが軽トラック作ってた時があって、でマツダのポーターっつって、あのガチャピンって呼ばれた顔したトラックがあったんですよね。ガチャピンそっくりな顔してたんですよ。で、まあそれとすると一見ちょっと似てるような、まあ、顔はありますね。で、当時はこの荷台がほんと低いですね。今の軽自動車と軽トラと比べてもちょっと荷台がこう低くて、でさらにここの部分がさらにこう低い作りとなってるっていうのがね、それが今の軽トラとだいぶ違ってるところかなと思います。でもこうすっとぼけたこの顔がね、またいい顔していますね。でこういうふうに、なっていて、まあこういうふうに運転席とか周りも非常にシンプルに、作り込まれていてね、まあ、それがこの2代目のまあサンバーの、まあ、面白いねところでは、まあ、あったんではないかなというところと、あの今にはこうなきね、こうすっとぼけたデザインというか、まあそういう頃のものですね。ちょっとこうどっちかというと、この2代目はどっちかというと初代と比べると、どっちかというとちょっとこうマニア向きみたいな、まあそんなちょっとマニアっぽい顔っていうかね、まあそういうデザインにはなってるかなっていうふうにはありますね。まあ大体マニアの方の中にも、まあ大体こういう感じのってら、まあいらっしゃる方もいますからね。うん、でもまあちょっとこの2代目からはね、ちょっと独特的な顔なんだよね。初代も丸っこくて可愛いんだけど、同じ丸っぽくて可愛い系なんだけど、ちょっと2代目の方がね、ちょっと独特な顔してる。ちょっと独特な、あの、顔してるあたりがね、あれなんですね。初代のやつはね、どっちかっていうとね、あのカモシカみたいな、カモノハシみたいな顔してるわけですよ。ちょっとこう後ろがこうスコンとなってて、ね、
なんかまあこの2代でもいいんだけど、まあ初代のやつの一番やっぱ一番好きなやっぱ初代になるかなっていうところが、ちょっとありますかね。うん。でもまあなかなかこういう軽トラっていうのもまあ今にはないから、まあ今これが走ってたとしても懐かしいなっていう人もいらっしゃるし、この時代を知らない我々の人たちからしたらまあ珍しい。で確かに古いんだけどこうおしゃれな新鮮さっていうのはあの今でも十分通用する車ではあるかなというふうに思いますね。というわけでどうもありがとうございました。